はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、タクです。暁の千丸、はい、やっていきます。はい、もう本日だけで何回目ですか？365回目ですか？はいっす、頑張ります。コントロール21です。低いです。デッキはいっす。もうみんなこれでやってますね。うん、行こう。ただやっぱりパピオンが強い。うん、もうそれに限りますね。今パピって行きましょう。パピってパピっておっぱっぴーしましょう。いろいろやっぱり乗り越えなきゃいけない壁いくつかあります。そうですね、まあセクワン立ち上がりの追求はもちろんなんですけど、やっぱりモテモテ二次タイムのイベントのモテモテがどのタイミングで、ね、一番じゃないですかね。はい、うん、あそこが一番の。そうね、山場と言っていいよね、はい、後の評価上げに大きく関わります。未だびっくりゼロでございます。細かく言うとそういうとこも大事だよね。大事っすね。まあ最初のこの二人のね、自己紹介回復はでかいよ。ようやくのびっくりでパピオンは嬉しいですね。うん、嬉しい。オッケー。もう先にコントロールバシッといっちゃいたいね。あとはイベント。何気に乾燥しないこともあるからびっくりだけ見る。うん、まあこのままいっちゃいます。いく。よし、これもこれで大きいです。あとはやっぱりびっくりを行きつつ募り屋リア。まあでもこれはここです。で、リリース。いやー、これは守る気てほしいっすね。うん、ここは守る気てほしい。頼む。にゃー、まあ、でも今のとかも碇四条くんがいたのは良かったっすね。うん、次どうしようかな。まあ回復しとくか。あとね、160キロで失敗がね続いてるんですよ私。よし、そろそろモテモテのイベントは来てほしいよ。色いない。まあこれもいっちゃっていいね。そうですね。リリース抑えたよね。タイピンもまだだし、休息。うん、こいつ倒してる倒してない、打倒してるしてないのとこでマラソンの時全然違いますからね。本当に違うね。はい、なんだんだ違うんだぐらい違う。他にも恩恵与えてくれる六本木とかいますけど、うん、やっぱりイカリ君が一番ですよね。お、来た。頼む、お願い。よし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 。まあここは行きたいところだが、タイピンとか抑えたいけどいいよねこのままで。はい、急速。さあこっから戦闘開始です。おお、まあこっちですね。まあここも行きたい。一回行ってく。そうですね、ちょっとこれリア行かないときついですよね。うん、オッケー。このさ、ちょっとなんか間空くのが怖いよね。はい、なんか最近空きますよね。うん、メンタル。うん、守備。まあこれ行こう。行きます。
次の練習も怖いが。イベント来い。これも結局こうなっちゃうと思うんですよね俺。いやでももう今言ったからには俺もう追求でもいいかなとか思っちゃいますけど、もう一回だけ許して。 OK です。で回復が絡むの祈りましょう。はい、私の暴走をお許しください。伸びは5かな。そうですね、うん、メンディ。いやもう怖え。もう休むしかないね。休むしかないです。やばい、もうまあ本当に怖い。いて、おお、いた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 。いやでも一応これで部活帰りに来れば、うん、赤くはなるんじゃないですかね。これ打倒してないとダメなんだよね、養生くれないんだよね。あ、そうでしたっけ。試しに選んでみようか。はい、あーそう、全然いいっす。リア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 。おお、でも行ってはいる。行っとこうか。行っときましょう。これはよし、リア待ちです。リアディゾン待ち。そんな素敵な方を待ってるんですか今。構わない。おお、オッケーオッケーオッケー、よかった。ひとまずよかったです。でも結局練習3回ぐらいかな。だモテモテパワーはだいぶあるよね。でかいっすね。さあ、ここからは考えながらです。あ、ここいいかもね。いいっすね。ここ行きましょう。はい、うん、余裕あるうちにデート1回も行っておきたい。おお、これもいいんじゃない。ただ次何もできなくなる。そうっすね。それだとしたらまだ俺追求が必要だと思うんで、うん、こういうタッグよりはデートね。今はもうデートで。ちょっと上げときたいな。この俺ぐらいやってる人ってどのぐらいいるんだろうね。いや結構だと思いますよ。結構いるか。はい、自分でも結構やってると思ってるから。おお、まあここも悪くない。ここっすね。ですね。あとはまあ他の人たちのやってるが、うん、そう、天才燃やしてるって人が多いっすね。センス丸をやろうとしてる人はどうかわからないですね。うん、今の思いでかい。これは1回目かな。さあもう1回いけるか。おお、ただ 20%。 ああ、はい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 。デート行っとく。そうっすね。うん、買わないで技術ポイントもらいましょう。いや、びっくりがこん。びっくりが全然だ。ここ行きます。
はい、まだもう一段あんね。はい、さあ天丸つくか。天丸大事っすよ。天丸大事だよ。お、さあ天丸。おお、テンポ丸です。あざす。おい、そしてびっくりはこれで、ここであ、こことかいいね。さあどうしましょうか。まずは変化球3-1とかにしとく。はい、でコントローラー上げます。球速もちょっと上げていいのかな。まだ我慢する。伸びとか取っていいね。キレも取っていいね。奪三振はちょっと我慢。勝ち運こんな感じでいきます。はい、でここっすね。そうっすね。はい、でも俺もさすがにこんだけやってるからね、なんかやっぱりいろいろこのタイミングではこう行こうとかなんとなくやっぱり理解してきたよ。うん、お、楽な方っすね。楽な方でもまあ割と打つんですよこいつ。あ、そうなんだ、うん、そういう意味で言うと確かに楽な方ではないかな。ぶねえ、結構振ってきますね。うん、ちょっと一回ストレート。緩急ピッチングハマってます。はい、はい、一回チェンジアップからのストレートにします。はい、伸びてるよ。はい、おい、最後はストレートにしましょう。おいっす、じゃあここら辺で。爪が甘いとはこういうことです。だいぶ緩急勝ちしてたんですけどね。さあさあ、ここからはちょっと考えながらやっていかなければいけません。いけません。積み重ねてきた余剰がここで一気に上がってしまうのはねえ。まあここは減らしとくか。まあでも減らすで言ったら次どうせ休まなきゃいけない。ああでもそっか、デートでもいけんのか。スタミナでもありか。そうっすよね、スタミナにしよう。うん、このイベント動きました。でここでこんなの来るからね。スーパー行きたいね。スーパー行きたいですね。ここも行きたいが、ここはデートします。おいっす。3回目、回復量はそこまで多くない。がこっからポン。まあ戦えるでしょう。すごい下り、すごい上り、これ勝負します。ういしょ、下り少し飛ばす。おいっす、怖い、すごい上り、やばいかも。まあラッキーだなこれは。これ言っていいよね。はい、できちゃったらどうしようもないですね。あれでもいけたら1位だったよね。1位ですね、うん、打倒が進んでないのでポイントは稼げていません。お、おお、これはでかい。ありがとう。ちょっとこっちも見ます。
ただ体力的にいけないので、まあ、レンここ行っときたい感はある。いやーでも次行くか。次じゃないですかね。あんまりできてないですからね、うん、だとあとイベントもあんまだよね。こっからどのくらいイベントが来てくれるか。さあびっくり、こういうところで、うわここだろ。素晴らしいですねこれ。絶対ここだろ。これは美味しい。ポイント大丈夫？言うほど稼いでないですね。言うほど稼いでないな。これは美味しいね。できることならセクさんでもう仕留めたいよね全員。そうっすね、うん、でセク4は本当にびっくりと追求の交互みたいな感じが理想。まあ一つ完走してくれたんでよしとしましょう。あーこことかいい。あーここもいい。まあここ行きます。はい、いや全然いいですね、うん、この2ターンは素晴らしい。そしてもう吸引筋力もちょっと上げないと。練習見ます。おお日時守る東西谷行っていいね。そうですね、デート行くよ西谷でいいよね。で、あ変化球ちょっと、これだったら潰した方がいい。そうですね、いやでもうん技術が後は足んなくなりますもんね、うん、キレは抑えたんだよ。はい、でも奪三振だけですね、うん、もらっちゃうか。うん、全然俺はそれでもいいのかなと思います。うん、なんか結局こうなる気がしてたんで、うん、追求でもらえれば。追求します。そして筋力ポイントがやばい。ちょっと振るね。なんか削る、なんか取った方がいい。いやこれでいい。はい、すげえな。いや半端ないです。もうさ毎回言うけどさわけわかんないっすな。さあレンも意識しながら六本木。おお、まあでもデートじゃない。いやでもここ行っちゃえばもう3人ともリーチですよね。行っちゃう、もう残り3ですよねこれ今。そうもう、そうね、多分これは行った方がいいですね。行った方がいいか。アレフト結構、まあでも7減るからいいか。はい、で倍になったり足されても、うん、多分みんなリーチですよね。 OK、 どれぐらい上がるのか。4、お意外とあれだったな。でも1回行かなきゃいけないか。1回行かなきゃいけない。でも全然いいねこれだったら。そうですね、調整としてはいい。デートか。はい、まあ、これ行って残りのデート1とあとレンチャンだけ。うん、だもうここで3人、あまだいいのか、まだだ。1人でピンでいてくれたらいいのかな。ないよ。あでも見て、おいった、
イカリくん。サンキュー。もうマジ神だな今の。これジャイロも取れますよね。ハイスピンジャイロ。取れる。だとしたらジャイロも潰した方がいいですよ今の。急速上げるよりは。うん。あ、もうちょい上です。でも急速も上げた方がいいよね。そうですね。180、80、60。もしイベント来たこと考えたらな。こんぐらいで OK ですね。全然。これで OK。はい。余裕ですね。いや、だいぶでけえ。イカリくん神だな、イカリ。急ミラクル起こしてくれてる。6六本木は変幻自在？はい、変幻自在ですね。うん。イカリが57くれたけど大丈夫？大丈夫でした。急速欲しかったですけどね。うん。いやー。デートね。はい。それともイカリ？いや、あー、怒り行きますか。うん、ちょっと上げて、怒りありっちゃりじゃない。そうっすね。うん、行きましょうね。え、まだもらってねえのか。え、何をですか。ハイスピンジャイロ。3。この次のターンでもないの。いや、妥当してる。ありがとうございます。いや、今全然均等が来てないの。この次かもらえんの。あ、そういうことか。え、何が起きる。どういうこと。俺全然わかんないっす。まあいいや、とりあえずもうあげるね。はい、くれるだろ。これやりすぎ。こんなもんしよっか。この1ターンですよね。そう、1個あげればいいんじゃないですか。急速1個で大丈夫。はい、でもらえるもんな。はい、タイピンは抑えちゃうもん。抑えましょう。うん、これでいくね。じゃあ追求だよね。はい。あ、これでくれんのか。もう強心臓だ。ハイスピンジャイロじゃん。 あれじゃねえや。いやー、マジイベント走ってほしい。強心臓ちょうどよかったですね今タイピンの。うん、どちらしろ取るって感じだったもんね。打たれも欲しいねこれで。技術なんですよね。やっぱ技術だね。そしてレンも行かなきゃいけない。これレンでいいか。パピでもらう。パピでもらった方がいいよな。吸ってのがいいですよね。うん、9だよねこれね。よし、2回目ですね。さあレンよ。まあここは俺はこっち。いやー、どうしよう。でも筋力変化ポイントより技術を、まあここはもうこっち行こう。はい、福井目2回目も来てないよね。で、前部が全然来てないね。風薙のとこっすね。風薙1回目来てないよね。
ただ聞かないはもうやってるんで、うん、あと1回ですね。結構きついな。きつい。風なきゃ全然きつい。普通にスタミナ4球ぐらいまで時間でいいんじゃないですか。今回何も働いてない感じしますね。何もしてない。一回もびっくりも踏ませてくれず、うん、来てはいたけどね。持ち直した感じだね。おお、うん、あとイベントが来てないのはマイブレントマスね。マイブレ、あと1回、まだ1回も来てない。1回来たんじゃないですか。1回来たか、はい、こっちデート、まあ、普通にデートやる気上げといた方がいいと思うんで、ラストかな。いや、ここでも技術ポイント使うもんな。低めも欲しいよ。だからだいぶ緩急だったな今。俺さ、今日一日の話していい？何回打たれたホームラン？運が悪いっす。打つなマジで。もう後がありません。そしてさっきは残り1球に泣いた。10点。20もらえないですか。 10でした。でけえ。120点ですもんね。レンに行きたい。パピ、うわ、パピも行きたい。パピ行こう。はい、いいっすね。イベント来てくれ。本当に。これはここですね。そうっすね。しょうがないね。しっかり部活帰りに。レンの2回目来た？来てないよね、多分ね、そこ。いや、来た記憶ちょっとありますね。まあ、これレン行くよ。はい。ちょっと待ってね。結構ポイントが足んないよ。完全に技術っすね。うん、よく言ったら本当風なぎパピヨンのダブルタックにって感じじゃないですか。うん、もしくは虹谷も絡んでくれるとか。これは2回目。おお、来ましたね。これでもしあれだったらピンクになってんじゃねえの。そうっすね。一回見てみましょう。 OK。 もう平気ですね。もう平気だ。パピー、うわ、まあでも技術でかいな。十分っすね。十分だ。最悪
筋力精神はスタミナに振りゃいいですからね。うん、いやーもうマジでコネ、何よコントロール、これはもうあれでいい、追求、いやー追求、追求かだって今160に上げても筋肉ポイントこんなもあるんですもんね、うん、いやちょっとリセットしてもらっていいですか、守備あたりにレンチャーいませんでした、ラブは回復、変化、あ変化いくか、コントロール、うわ、いやー結果的に、結果的にきつい、メンタル休む、急ぎよく休むのがいい気がしちゃいますね、てか全然イベント来ないよ、まだ1回来てるんで、まだこれで160ですね、はい、なんか変化つけれない、また守るかい、まあこれはこっちでいいね、いいですね、うん、美味しい美味しい、スカウトもいる、欲を言えばやっぱりこういうところに彼女いてほしかった、美味しい美味しい、オッケー頼む、よし、あとは全部来た、はい確認します、あとコツ欲しいね、そうなんですよね、やっぱ風投げんとこですね、そこで言うと、うん、逃げ玉のイベントも来てないね、まああれはでもまあしょうがないですね、うん、で78か、なんか1個来てなくない、いやレンちゃんがエピローグ、パピヨンがエピローグ、うん、風投げからもらうよ、打たれ欲しいもんね、怪我しにくさとか取っちゃダメだよね、ダメっすね、はい、くださいな、オールサクトいくよ、もちろんです、そうでもしないと更新はきついんじゃないですか、カズさんの先発でいうと、本当なんですよ、そうなんですよね、A とかにしていい？はい、スタミナも5-4までいいんじゃないですかね、もうありがとう、これでいくよ、もうとにかく技術、カス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 、気合入った、いやマジパピヨン、ちょっとこっから風投げと、あぶねー、オッケーあぶねー、怖え怖え、今の怖くなかった、なんかで、次は追求かな、
これがパピだったら2時、まあ、これ追求いくね。はい、コツ欲しいからね。打たれお願いします。低め、まずさあここもパピ、おお。ここも美味しいが、これはパピーいきます。このまんまでいいのかな。はい、うん、確かにこれ相当でかいね。でかいっす、でかいっす。低め、なんか取るのある。いや、これは貝の、いやでもまだ取れないですね、ちょっと怖いですね、うん、あげる、このまま。まあでも普通にサクッとで優勝していけば、これからもらえる金と狂気で長尻、あとは不屈の、今ある不屈の魂、ドクター系取ってた？ドクター系取ってますでね、今で4つで強キレ調子り、あと不屈の魂3つ、 1,2,3,4,5,6,7,8、 違うの、もう1個あるんですよ。もう1個あるよね。調子り、ちょっと考えてみて。そう、なんか来てない感じがずっとしてるの俺。あー、あとあれだ、本塁打元気です。いやー、頭弱えって思われてるな今。いいんです、それがガゼンデです。どうこのピッチング。いやー、コントロールねえなーと思われてますよな。あ、どうこのピッチング素晴らしいですね。何があったんですかね。第5球、空振り三振、ピンチを連続三振でした。バッターはやっぱりなんかイベントでやる気回復してほしいね。第1球、スライダー見送ってストライク。第2球、ストライク、膝元厳しい球でした。これで追い込みました。第3球を150、 OK OK、 空振り三振、玉置き、ミン、赤月大付属、先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、アバ見送ってストライク。第2球、外角低めいっぱい、ストライク。投球は3球目、158.6球、空振り三振、アバタ。全然ヒット打ってくれないんだけど。先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で、キルタ変化球ストライク、インローへ。波がありますかね。第2球、さすが、アウトローへ。これで追い込みました。第3球をインコース高め、見逃し三振。やっぱり伸び持ってて160キロとかだとやっぱりめちゃくちゃ速いですよ。そうだよね。しかもアンダースローだとさ、上がってくる感じあんだろうね。打った、ファールボール。投げました、外角低め、空振り三振。打たれる気しないよ。でもやる気は回復したい。先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、キルタ、ここまで2三振といいところがありません。投球これから2球目、第3球を内角低めいっぱい、見逃し三振。まあ、勝てるでしょう、これは信じてるよ。うわー、赤月大付属、先制のピンチです。嘘でしょ。一塁三塁という場面で、湯本、ここまで2打席連続三振。投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を外角低め一回、見逃し三振。第1球、ランナースタート、キャッチャー送球間に合うか。大事な場面で決められてしまいました。いやー、第2球、アウトコース低め一回、ストライク。第3球は内角低め、うわ入ってねー今の。カウントは2ボール1ストライク。ここナイピー、ナイスピッチになっていい。いや、一回外しましょう。これだったら振れ、ワンアウトランナー二塁三塁。
投げました。インコース高め、空振り三振。2者連続三振でピンチを。すごいね今の球。代打は新田。第9アウトローへストライク。第2球チェンジアップでストライク。使いましょう。これで追い込みました。第3球は1球外して、もう一回使うよ。カウントは1ボール2ストライクです。第4球は高め、頼む、打ってくれ。得意のジャイロボールで仕留めました。いやいやタン、ワンアウトランナー1塁3塁という場面でタン。第9球見送ってストライク。投げました。2球目空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球、空振り三振、球をキープ。3球バッターは9番課題。今日はここまで3打数1安打1三振。投げた初球スライダー空振り。投球これから2球目、最後はストレート。ストレートナイスピッチ。投球はこれから3球目。やばい、投球これから4球目。やばい、でもこれ入れましょう。次は5球目、危ない球。やばい、いやこんな曲がんないですよこれ。さあ6球目、ランナースタート。おお、危ないよ。危ない。ヒヤヒヤだぜマジで。で追球、追球だね。うん、そうですね、追球します。よく言えばやる気も上げてほしかった。正直すげえ打たれそう俺。いやもう上、もっと上、おもっと上でもいいのか。はい、いやでもここの50ポイントもでかいし、やる気もでかいし、そしてこのびっくりもでかい。どっち、こっちの方がいいよな。そうですね、もらえて次もいけるもんな。いや、どっちかってさ、ここに行くとパピオンで何ポイントかもらえるよね、技術20で、次で51、80で、スタミナ曲がる、こちらな。ただ次びっくり来てた場合に、そうなんですよね、どっちの方がいいんですかね。安定感はこっちだよね今。ちなみにコントロールはもう今の段階できついもんね。はい、絶対的に技術が欲しい。いや結構技術きつい。これ難しいけど、うん、まあスタミナいっちゃっていいんじゃないですかね。打たれコツも欲しいよ。さあこれから球児だ。いいよ。赤月大付属同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で土屋。ネクストバッターサークルに控えているのは小野田。第2球外角低めいっぱいストライク。玉置まずは簡単に追い込んでいます。投げた、これは引っ掛けた、ファール。さあ4球目、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第9球スライダー見送ってストライク。キレのある変化球。第2球、このさ初期値がやっぱりちょっと低かったっていうのはなんか出てる。いやかなり出ますよねやっぱり。投球は3球目、打ちました。極端なこと言ったら球速は逆にいらないぐらいですかね。うん、第4球を高め、空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。
京川勝樹ではもうコントロール40が何よりだと思いますね、の千丸か、はい、逆に名教とかだと、うん、技術変化精神はある程度組めるようなガクスとタッグでいけると思うんですけど、オッケー、よし頼む、打たれんなよ、コントロール、あースタミナもちょっと上げたいな、かといってそんなに余裕はない。ゲよし、おお素晴らしい、赤月大付属ここはなんとかしのきたい、ノーアウトランナー一塁三塁という場面で曽根、第2球ストライク、投球は3球目、見逃す、よし今日2三振の結果、ワンアウト取れるとだいぶ落ち着くね、第9そうっすね、もうナイスピッチ、投球は3球目、OK、玉置見事なピッチ、バッターは6番鉄塚、今日はここまで3打数1安打1三振、スライダーはストライク、タイミング合いません、第2球アウトコース低めストライク、1球1球に魂を込めて投げ込みます、マウンド上は玉置、第4球を160キロ直球、よしマジ優勝してぞ、トク、いやそうっすね、そしてびっくりも来ていた、いやこれは追記でいいよね、いやでもちょっと待ってください、うん、これいけばだってまた28ポイントずつ稼げるんですもんね、そう普通に今コントロール踏むとしたら何ポイントなんですか、さあでもそれも21入ってくるのか、次タックが来れば、うんうん、そっちの方が美味しいな、はい、いやでもここは追求しよう、お、うん、何かしら来てくれるよ、 OK です、うん、で最後はやっぱりあの風投げ行きたい、コントロール上げていい、はいね、これでいきます、スタミナももう振り切れなくないですか、どうですかね、振り切れないと思う、だとしたら次の64まではこれでいいですか、で本塁打ももういいですよね、そうね、これでいくよ、でここから強キレと調子リー、調子リーが来る、今が 1,2,3,4,5,6,7,8 で不屈の魂、不屈の魂、じゃあ全部いけたら結構強いよ、ここまでいきますか、うん、頼む、あと2試合結構緊張するんだぜ、トクこれ、はい、見てる方も嫌だろうけど動画公開したいからな、ノーアウトです、ノーアウトランナー一塁三塁という場面で大内、怖え、どうぞ使う、使っていいと思います、ランナーどう、使う、俺は使います、ツアウト、北斗、使う、
いや、使わないです。嘘でしょ、ちょっと待って、指がどっち、こっち、はい、オーケー、ありがとう。もうさ、使うつもりでいたからさ、上が上に行ってたんだよ。ここも1回目は使いますか、最初のバッターは、うん、まあ、ここは長打打たれなきゃ問題ないんで、いやでも使いますか、セーフティーに使う、使いましょう、もう5回まで来てるんで、もうこのまま回ってこないことを信じます。うん、まあでも頑張ったね、行くよ、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。もちろんナイスピッチ、込み込みで見送ってストライク、第2球チェンジアップ見送ってストライク、第3球を高めボール、フレーカウント1ボール2ストライク、第4球を160キロ直球、空振り三振。スタミナ上げたのやっぱ効いてんだろうね。そうですね、うん、よし、残すところあと1試合でございます。風投げびっくりが欲しい。技術一番入るところですね、もうここ、おスカート見るんでいいんじゃないですか、もう行きます、はい、よし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 、ここに勝たないと意味がないんです。とりあえず腹痛は取っちゃいましょう。ここは最後じゃないですか、あとはここも最後。恐ろしいな、まあ、ここまでやっといて、そうね、で得のなんかい、意外と経験って、いやでも筋力ポイントあまりにもちょっと行き過ぎてんな、やっぱ一番下の方の速球対抗心だけいいんじゃないですかね、これね、強切れでしょ、調子り、うん、多分いけますね、普通にこれは、うん、まあ、ここまでですかね、うん、そしてスタミナ、あ、変化球も1個上げれるもんね、はい、スタミナ大丈夫、うわー、ここでとりあえず頼む、ここで負けるオチとかマジいらねえから、本当にカド、その両カドを攻めてます。どうする、使う、使いましょう、これは第3球高め、空振り三振、モロズミ全くタイミングが合いません。第1球これも使う、うわー、これもしょうがねえ、でも1失点です、うん、さあ、そしてきた、ゲッツ、よし、ゲッツでけえ、今の取られんねよ、取られんねよ、うわ、誰から、うわ、2、3、4だ、ノーアウトランナー1塁3塁という場面で今村、赤月大付属、ここはタイヤフライも避けたい場面です。まあ追い込んだら全部ナイスピッチですね、これで追い込みました、投球がこれから三振、キャッチャー送球、今させたらでかかったな、これマジ怖いな、はい、配球は一緒でいい、今の、そうですね、ただスライダーもうちょい下の方に投げてください、そこら辺で、次はチェンジアップ、
ストレート左下、もうギリギリのギリギリでいきましょう。 OK です。第2球、直球に送ってストライク、もうもうこの三振で。第3球、空振り三振。いやーもうマジ次のこいつ今と一緒でいくよ。はい、第9、初球スライダー。怖え。よし、いやーくぐり抜けた。振れよ振れよ。オッケー、よしよしよし。打つなよマジで、マジで打つなよ。俺にかかって同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でパットリ、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球、2球目ストライク、もう追い込んでいます。第3球を直球高めボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を、あーもうマジ怖えよ。トーク両角また来た、その両角に投げていきます。投げました、ボール、わずかに外れました。カウント1ボール1ストライク。投げました、ストライク。よし、よし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 、勝っためっちゃ緊張した。先発で行くよ。行きましょう。どんぐらい行くっすかね。本当だよね。ただ今回もマラソン、あの脱落、ギブアップ脱落してるし、うん、試験とかも満点取れてないもんね。満点1回も取れてないですからね。夢があるわまだまだ。さあこれ1位でしょう。ただ3人だとおっしゃからね。そうですね、うん。SS1 はまあ行きたい行きたい。その先に見えるものは何か。あとやっぱもう一つ言うと、動画も公開できそうだからちょっとなんか安心してる。そうっすね。よし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 。補助券いいな。いいだろう。まずは、101、そしてそして狂気で超お尻上がり、そして変化76もいきそうだが、まあこれはここまで来ました。対左一回見る。そうですね、一回見ましょう。重い球とか取りたい。違う、ちょっとここはしっかり査定表を見て、うん、やっていきましょう。ここはありがとう。一回カット入れます。一回カット入れます。すいません。はい、戻ってまいりました。おいっす。見てみましょう。こんな感じになりました。種類でいい、種類っていうか、うん、量で言うとそんなに少ないが質がいいとは。まあね、金徳が計 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で101ですからね。はい、さあどんな感じになったんでしょうか。まあ筋力ポイントがべらぼうに余ってしまったのがね、うーん、まあって感じですけど、まあ緩急とかね、こういうのもちょっと残りで取りたかったよね。そうですね。オッケーでございます。いきます。さあいくつ。1。くそー。まあ今回で言うとですね、やっぱり初期値のコントロールがまあ20代ということでね、結構低かった。これがもし仮に40だったりね、まあ他にももう少しハマっていたらって言ったらもうキリがないけど、まあでもマジで全部ハマった時は相当伸びるんだろうなっていう感覚は今、うん、今回のサクセス思いましたよ。そうだよね。やっぱ試験ほとんどボロボロで、でマラソンもダメで、はい、途中でギブアップ倒れて、だそうだよね、あそこで変化を1個伸ばせたりとかね、はい、うん、で考えると、まあ、今回良かったのはモテモテがついたとこ、うん、まあ、そこは何よりだったかなっていう、まあ、打倒がうまくいったっていうのはありますけど。そうだよね。お、またちょっとこれで更新すか。ひとまず先発は全員 SS1 になりました。で中継ぎが全員 SS2、 抑えが SS3。 もうちょっと頑張るよ、まだ数日あるから。そうっすね、数日って言ってもあと1日半か。うん、頑張っていきたいと思います。はい、皆さんも頑張ってください。また動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。